開発した、早期式自走対空砲である。開発初期には90式2、または90式3と呼称された。1999年に、北京軍事パレードで最初に公開展示された。本社は、1980年代に、イタリアから一両輸入した、シッデム25を参考に開発された。車体は、全溶接構造である。搭乗員は操縦士。 社長、報酬の3名である。操縦士は、車体全部にあるエンジンの左側に登場し、専用ハッチと3カ所のビジョンブロックが与えられている。社長は操縦士席後方に登場し、背の高い位置にある専用ハッチと3カ所のビジョンブロックが与えられている。報酬は、車体後部にある一人乗り動力方向に登場する。車体後面には、 左開きの大型乗降扉がある。95式自走対空機関砲の砲塔。機関砲情報の地対空ミサイルに、注目砲塔両側面には、87式 25mm 機関砲を、片面2門ずつ、計4門装備している。ガス圧作動方式で、発射速度は1門あたり600から800発、分、方向初速は、秒速1050メートルである。 射撃モードは、単発、15発、バースト、25発バーストを選択可能である。弾薬は、約1000発傾向される。魂は、栄光榴弾と、栄光焼夷鉄鋼弾である。使用済みの薬莢は、車体両側に排出される。射程2500メートル、高度2000メートル以内の航空、地上目標と交戦するのに用いられる。追加兵装として、 ファイアンドフォーゲット方式の QW-2, 赤外線誘導地対空ミサイルを、機関砲情報の砲塔量側面に、片面2機ずつ、計4機搭載可能である。距離500から6000メートルの範囲において、高度10から3500メートルを飛行する目標と、交戦可能である。砲塔量側面下部には、発煙弾発射機を片面4機ずつ、計8機装備している。 砲塔正面には走行化された箱が据えられており、抵抗量 TB 追尾カメラ、赤外線追尾カメラ、およびレーザー測距装置からなる電気、光学追尾機材が収められている。追尾カメラは、昼間の観測距離として約6000メートル、また夜間の観測距離として5000メートルの性能を持つ。砲塔後部には、低空飛行する目標の発見のために、 最適化された CLC-1S バンドパルスドップラー捜索レーダーが装備され、性能は捜索範囲が1 1トルとされている。標準システムは工学的に目標を自動追尾でき、砲手に目標がいつ射程内に入るかの警告を提供する。砲手は手動でも機関砲を操作可能であり、これには工学機器を使用するか、または予備として、 砲塔の外部に設置されているリングサイトを使用する。レーダーサーチモード時の照準システムには反応時間が10秒かかり、光学照準時には6秒かかる。この車両はまた訓練のためのシミュレーター機能を提供できる。砲塔を除いた同一車体を用いた式完成車両も製造されている。5名の搭乗員で動かされ、 S バンドを用いる CLC-2 監視レーダーを使用する。このレーダーは最大で 45km の距離を捜索し、また高度は最高 4500m を捜索可能である。車内の通信システムはデジタル通信においては 5km まで、通常の無線リンクを介しては 15km まで通信が可能である。追加装備として5 0 0ルまでは シングルワイヤーによる優先での通信が可能である。補助動力装置は電力を電子機器へ供給する。また、自衛のために85式1 2 7ト、mm、ル重機関銃を1丁装備している。95式自走対空機関砲の標準的な法列は6両の自走対空車両と1両の式完成車両から構成される。追加兵力として、 三両の弾薬補給トラック、整備、補修トラック、電力供給トラックの支援を、それぞれの法律が受ける。ありがとうございます。